はい、こんにちは。マスターズフィットファンクラブです。本日はですね、4月14日に行われました JKA アマチュアキックボクシング大会と4月21日に行われましたノッパテソーンエクストリームファイト、こちらの方にね、タツキとハリアが出場したんで、そちらの模様いってみましょう。どうぞ。第21試合、マスターズフィット小山選手、はい、まずはね、タビアね、この試合は少年 A クラスで行います。4月14日に行われました、ジャパンキックアマチュア大会ラウンド1使用しました。さあ、行ってみよう。1ラウンド、ローキック。最近彼はもう完全にローキックが強くて自信を持って取ってますね。もうちょっと行っちゃったね。三色相手にね、右のローキック蹴れればね、結構いいんですね。相手は僕足痛いんですよね。押し込んで、ちょっとカメラの死角になってしまいました。すみません。ショーは見えてる、見えてる。大丈夫です。大丈夫です。終始攻めてたんじゃないですかね。おおむねもう相手にロープを背負わせて彼は合わせなきゃいけない展開でしたけども、ちょっとね、いつもの技に行こうとして帰って投げられてしまうっていう場面がちょっとありましたね。この大会終わった後にちょっと反省点を踏まえて対策を練習したところではあります。だってね、やっぱり試合繰り返すことによってね、もっと次はこうした方がいいねっていう課題ができて、それで練習するのがいいんですよね。だからなるべく試合にいっぱい出た方がいいですよね。相手を追い込んではいるものの、ちょっと決めてが欲しい。
判定お願いします。判定赤コーナー小山選手の勝利です。はい、ということで勝利しました。相手の選手ね、春田の半分ぐらいしか戦績がなかったみたいだけど頑張ってくれましたね。非常にね、勝ち越しで作った戦績でしたけど、このキャリアの戦略やってくれました。まあ、おおむねもうずっと攻め続けて安定した勝ちではあったんですけども、もうちょっと行っちゃってもよかったかなっていうのと、あと先ほども言った通り首相撲に技に行こうとして返って投げられてしまうっていうことがありましたね。ちょっと首投げっていうのは基本的に反則なんですけど、それは反則取らないレフェリーとかもいるんで、この大会後にね、投げろ防御っていうことでね練習しましたけどね。で、相手のポイントにならない技ってあるにせよ、相手が投げてこようとしてたらそれはやはり封じなきゃいけないので、そういう対策の練習をしました。次は大丈夫だと思います。はい、ムイタイクラス29キロ2分リラウンド赤コーナー山川夏樹選手。はい、レッパテッソン、レッソリング書いてない。バスターズピットとしては初出場長でありますね。この日は辰木がね2試合出場させていただきました。
一流の中の一流の選手ってそういうこともなかなかしないんで、もう本当のお助けになろうと思ったらちょっとそこを修正していく必要があるかなと思いますね。結構試合います。はい、赤ゴーラー山川達選手。はい、さつきね、この日2試合目深井君の試合で2試合させていただいたときです。はい、1試合目は勝ちましたから2試合目もきちんだと楽しい気分で帰りたいと思います。さっきも場面があって、まあ、首投げは反則なんだけど、まあ、ムエタイ系の試合では流されちゃうので、まあ、大会によっては減点とかね、そういう感じにはなるんであれなんで、まあ、気にする必要はないんだけども、まあ、相手がやろうとしていることをやってしまうのは基本的には良くない。シュートボクシングだったらシュートポイントですけどね、こういうのが違いましょう。
ということで、原田さん、なりのほうでご練習をお願いしたいと思います。さあ、これね、もうこれまたこれシュートボクシングだったわけなんですけど、ちょっと同じような形の投げを何度もらってしまうのよくないね。仮にこれがポイントにならない技にしても同じのポイントにならないという、さっきフォアボールでしたし、これはそういう感じなんだ。圧倒して勝ったんですけども、やっぱりその首投げをもらってしまう場面が、しかも割と短いスパンで連続してもらっちゃったんで、これは良くないので、同じ技もないようにしたいということですね。まあ、これは技術的なことは、まあ、練習でやっていくにせよ、こうなった時にこうすればいい、試合の中で瞬時に、ね、改善したりしていけるようになると、また一流への道が近づくんじゃないかなと思います。はい、そういうわけでね、4月14日のジャパンキックアマチュア大会と21日のノッパデスソーンエクストリームファイト、この2大会のね模様をお届けしました。 JK の方には春也が出場して、ノッパデスソーンの方にはたつきが出場しましたね。ちょっとバラバラだったんですけど、忙しかったんで春也の動画が遅れてしまいましたけども、一緒にリリースする形となりました。2人ともね全部勝ったんでね、良かったんですけども、もっとこういうところを修正したいなっていうのがやっぱり試合をすると出てきますんで、これを修正する練習に入りたいと思います。そういう感じでね、試合に出て実際こういう問題がありました、でそれを直しましょうということを繰り返していくことによって最強への道がどんどん近づいてくるんでね、アマチュアの選手はどんどん試合に出た方がいいと思います。そういうわけでね、次はね4月の28日山梨、こちらの方でね会見がありますんで行ってまいります。春也と辰樹に加え、岡選手プロ志望のね23歳、こちらも出ますんで、そちらの動画の模様をお楽しみにしてください。それでは最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。